こんばんは。白ドラニュースの時間です。白ドラ大好きクラブ西久保アナです。そして田重です。本日は裏技インフォメーション。このコーナーでは今後裏技が追加されるキャラにつきまして、その概要などをお届けいたします。今回は9月30日に裏技の追加が予定されているキャラを先行して紹介。新たに裏技が追加されるのはこちらのキャラです。あ、メデューサなんですね。そうなんでございます。メデューサということで、状態上といえばというキャラでね、これ現役でも活躍するシーン結構見ますんで、はい、裏技の方がねどうなってるのかっていうのが気になりますね。開発スタッフより情報をいただいておりますので、早速裏技の概要についてご紹介いたします。さあ、メデューサのですね裏技名がこちら、ヘビ地獄となっております。発動すると灰色の渦を召喚し、渦の中心に敵を吸い込みます。渦の中心にキャラが集まった後、地面からヘビが飛び出しダメージを与える裏技です。ヘビのダメージは石化状態の敵に対しては通常より大きなダメージを与えます。ダメージはメデューサの攻撃力に依存して増加しますということでございます。なるほど。これサタンの闇玉みたいなイメージですかね。あ、イメージとしてはそうですね、引き寄せみたいな効果があるっていうことなので、そういうことですかね。さらにその石化した状態の敵に大きなダメージが入ると。はい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 、面白いですね。これいいですね。なんかそのやっぱ石化とのやっぱシナジーがあるみたいなのは、やっぱりこういう裏技があると面白いですね。なるほど。はい、というわけでメデューサの裏技でしたが、いかがでしょう実重さん。そうですね、これ相手の位置をね2位にずらせるっていうのがこのバトルにおいて結構大きいと思いますし、はい、この石化状態の敵に対するダメージもねかなりあったように見えたんで、これね使いどころ次第で活躍のシーン相当あるんじゃないかなと思いました。ご紹介した映像につきましては裏技レベル3、キャラレベル30の状態、そしてバランス調整中のものということですので、そちらご了承ください。以上、9月30日に追加予定の裏技のご紹介でした。また最新情報が届き次第お伝えさせていただきます。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。